キングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますかっていう挨拶ですね。たまには違う感じで言ってみようかなと。イケボで言ったら女性の心をつかめるんじゃないかと思いまして、超イケボで挨拶してみたいと思います。それじゃあいきます。はいどうもピヨキングです。キモいやべえイケボ向いてね。もう一回して、もう一回だけしていいかな。はいどうもピヨキングです。今日はトロールコースト一発マリオやっていきますか。決めんだよちょっとマジでイケボ向いてないね。ということでこのコース2 of every トロール、いつも2つのトロールがあるっていう感じかな。なんで僕思ったんですよ、このコースさっきと違うパターンが出る感じのトロールコースじゃないかなと。それじゃあ早速やっていきましょう。さて初見殺しはない感じだね今回で。ここの P スイッチがなんか逆さま向いてるじゃん。とりあえず押してみる。押したらティ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 。あら、多分このピースイッチ押したらいけなかったね。っていうことでこのオンオフを押してすぐ上に行く。そういう感じでしょ。テテルテテテルテテルテテ。じゃあここオンオフを押して下に逃げておこう。逃げておこうっていうか何もしない、そういう感じでよかったね。そしてここでキノコを取って。抜いて右に行こうか。右にダッシュ、それでいいでしょ。そしてオンオフ一旦しておく。オンオフ一旦しておいてドアに入る。これが正解だよきっと。さあ次に行きましょう。ここは爆弾を出すっぽくない？これが正解なんじゃないの？ほら来た、熱いあれ熱、ここ爆弾を出すところまで合ってたんだ。合ってて当たった瞬間すぐ右に行け。あ違った。じゃあここは爆弾を出した瞬間すぐ右に行く感じじゃないの？これで合ってるでしょきっと。来ました、下に降りていいんでしょうか。もう降りるしかないんで降りますね。大丈夫、ここでジャンプすればいいよきっと。あの場で引っかかったって思うでしょう。もうここでジャンプすれば何か出る。まあそうだよね。それじゃあここは下に降りた瞬間すぐ右にダッシュ。あのバネが来るより早く。来ました、大丈夫。今回このコースの罠めちゃくちゃ巧みだね。全然予想がつかないね。っていうことでここは乗っていい、バネに乗っていい。そして右に行ってオンオフが変わる感じか。そんで土管に入る感じだね。えっ、てて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 てもうよくないこのネタ。じゃあここ右押しっぱでいい、そういう感じでしょ。右押しっぱ、オッケーそれじゃあ土管に入って次に進めるっていう感じですね。じゃあここはわかんねえな。とりあえずこのメットを持っても投げるしかないよね。なんで投げます。投げてどうなる、頼む。普通に行かせて、このまま右ダッシュ、これでいいでしょ。右ダッシュ右ダッシュ、そのまま右ダッシュ、常に右ダッシュ。さあ爆弾を出してここで左、完璧だね。右に過ぎたここで一旦爆弾で破壊してドアに入る。多分それで合ってると思うんだよね。そうでしょ、うそレールはずるいよ、オンリーマイレールが。右押しっぱしていく感じかな。そんでタイミングよく上、いやそれが正解だね。うわこっちは上と下どっちだろう。あ、Pが降りてきてる。あそれじゃあこの扉に入ったらね、すぐ上の方に行った方がいいと思うんだよね。大砲が出てきたからここだけ正解でしょ。あ、なんか P 押してくれたね。なるほど、これで中間ポイントが取れるっていう感じか。さあ次の扉に進みましょう。次はマンチって書いてるね。マンチ感かな絶対違うけど、その前にどいてくれないかな花。じゃあこの扉入ったらすぐ右にダッシュだね。これ多分読ませようとして足止め食らわせてる感じじゃないの。なんかさっきと違うくないですか合ってんのかなこれで。次に進むよ、これで合ってんの。合ってるっぽい。さあここはしゃがんでいけるのは分かってんだよな。しゃがみますなんと当たったけど、大丈夫これ。これさ、しゃがむのをやめたらさ絶対当たるよね。当たるのかどうなんだ、頼む。はなー、じゃあここはねオンオフをしてしゃがんでいくと思う。こういう感じでしょ、これでいい。そうでしょ、エブライ。じゃあここはハテナ叩いて鉄球が来るのを待っておけばいい。そういう感じでしょ。そして右に行くときにねオンオフが変わると思うんだよな。なんであのツタに捕まります。こう、よし、オッケー、ナイスアンブロ、苦手ここ右開くんじゃないの、開かないで。じゃあ土管に入っていきましょう。あのちくわブロックの下もちょっと気になるんだよな。さてここは
あ、もうどうしようもない感じだね。っていうことはこのファイヤー取るしかなかったのか。それじゃあこの土管に入ってファイヤーフラワーを待っておきたいと思います。多分それでいいでしょう。ここでファイヤーフラワーが出る。オッケー、そしてここを溶かしていきます。で、オンオフをして、いや走ってオンしようか、こういう感じでしょ。来ました来ました、多分これでね合ってると思うんだよね。これ骨に当たって上に行くのかな、それとも下に行くのか。下に行ってみよっか、スネークブロック。邪魔くせえ。そういえばね、今日夢を見たんだよ。住んでる隣の人がうるさいですっつって間違いねえと思ってじゃあここは早く右に行けっていう感じだったね。そしてハナちゃんを通り越えたこのガリガリを抜ければいいのか。ここはオンを次第に一旦右行ってみるね。変わりません、オンして上に逃げる、そういう感じでしょ。じゃあここはさ、オンオフをした瞬間にも降りなきゃいけないっていう感じでしょ。そしてすぐ左のこのキノコ取る。来ました、ここ降りていいんかな。大丈夫、降りる、よし。うわ、キノコがいらねえっていう感じか。これどうにかしていけないかな。いったところで意味ないんだけどね。ここはキノコを取るところまでは良かったね。そして一旦ブラパに当たって下に降りる、そういう感じでしょ。なんかさっきと違うやんかじゃあここはブラパに当たって左押しっぱしとかなきゃいけない、そういう感じでしょ。来ました、ここはなんか出るんじゃないの。何もないで左走っていきます。大丈夫、入れねえ。いやこれは上に行けっていうことじゃないの、頼むカロン連れてって、そういう感じでしょ。マリオバーガー出来上がりだね。じゃあここは最初に乗っておけっていう感じかな。一番最初のカロンに乗ります。そしたら、なるほど、この状態で上に行けるのか。 B スイッチを踏んで、うわ左に行けっていうことかな。うわ右入れないしマジかよ。え、これどうやってやられるんだろう。なんか可愛いから許す。左押しっぱしてってみるね。多分それで上に上がらないパターンでしょ。よし、ナイス、来た、よかった、これで合ってたのか。さあここでキノコをもらってすぐ左に行こう。なんかさっきこういうところ通らなかった、ここ来た道だよね。これブルーパーターンのかな、当たらないよね。よしよしよし、さあここでリンクを取ります。取れねええ、これこのまま上上がっていいのかな。大丈夫、とりあえずフラワー取っておくね。フラワー取ってこのままオンオフする、そういう感じじゃないのどういう感じよ、これどうやってやられればいいのよ。これ新しい死に耐久だな。なんかこのまま上に行けばいいだけなんだけど、これ地味に難しいんだよね。オンオフするでしょ、オンしてどうなる。なるほど、これ何回もオンオフをして何かを出せっていう感じだね。なるほど、そこでテレサが出るのか。ここはさ、上のフラワーを取ったらいけなかったんだよきっと。っていうかさ、これ早く行けっていうことだよねきっと。地味になった瞬間早く行くね。このまま右にダッシュ、そしてリンクをゲットしてこの土管に入る感じでいいんでしょきっと。で戻るんだよね、きっと戻るんだよ。そしてここで爆弾を出して弾が来る、盾で防いでおきます。大丈夫、この土管に入っていきましょう。そろそろね、第二中間ポイント、あった来た、よっしゃグッド、マジグッド。それじゃあ次に進んでいきましょう。今度はオンオフをする感じか。オンオフをしてすぐ右のこのハテナ叩きます。何、大丈夫、ナイスカロン、カロンが出てきてこの上に行けばいい感じだよねきっと。ただこのカロンを出してすぐ上に行く、パックンが来る前に、そういう感じでしょ。次はここはドアに入るでいいのか、あぶねナイス反射神経。ここは上に行くしかないよね。上に行って右に走ります、そういう感じでしょ。あれ上、このままこっち来るしかないよね。うわ、なんか来た、鉄拳上に避けておこう、多分ここは正解だよ。オッケー、ここでここはすぐ右に行ってファイヤーフラワーを取れっていう感じだね。そんで溶かす、そしてリンクになって次に進める感じか。なかなか巧妙だね、ほんとここのステージって。さあここはどうすんが、待ち受けてるもん下にあいつ怖いんだけど、 B 押したら絶対襲ってくるパターンじゃないの、頼む襲ってこないで
いやあ、危ねえ。やべえとか。なるほど、そこにキノコが出るのね、左に。あ、これ取れるんじゃないの。ほら、いけたよ。あ、ダメじゃねえか。いけたよじゃねえんだって。それじゃあここは P を押して左にキノコが出てきたでしょう。そのキノコを取った瞬間、右のバブルを抜ける。それが正解だね。で、ここのまんま下に行っていいのかな。これ下行ったら落ちるよね。でも大丈夫。あ、大丈夫。何そんな初めての動き見せるんじゃねえここも多分早く行けっていう感じだと思うんだよな。このまま降りてすぐ右にダッシュ。そういう感じでよかったね。ここは、うわ、どっち行く。これオンオフを押して、いや、土管には行けないよねきっと。なんでこのドアに入っていくね。さあ、デカキノコになって次のドアに入る感じか。あ、またさっきと似たような感じだね。今度は上に行けっていう感じだね。うそなんか押し寄せてきてるし、花が。もう僕スター状態だからね、無敵だよ。バリア、バリア、半径1メートル以内バリア。あ、絶対普通にゴールさせてくんないと思う。この人性格悪そうじゃないめちゃくちゃ言ってるけど。で、こっちでさ、どうするんだろう。右でダッシュしていけってことかな。頼む、右ダッシュ。オッケー、抜けれた。そして、え、そしてまた繰り返し。いや、絶対さっきのなんかが違う。いや、そこ違わんでいいって。多分すぐね、あのドアに入らなくちゃいけないと思うんだよね。ここすぐ入る。多分これで合ってるね。さあ、今度もまたなんか違うパターンでしょう。P 押して、さっきと一緒の感じで行ってみる。もうおかしいもん、なんか大砲振ってきてるもん。右通れないもん。押して、じゃあ右にダッシュして行ってみる。こういう感じ。それでキノコが取れて、これ土管に入るのかな。うわ、土管入るね。うっそ、右に行けばよかったの。見て、このすごい速さ。見える、この左右のすごい速さ。右に追っとけばいい。ここに追っとけば多分砲台が消えるんだね。 P スイッチのあのブロックにやられるっていう感じが。そして右上の土管に入れる。なんなんだ、さっきからオムフ。どれだか取れてるから、もう仕事しなくていいんだってここどうしよう。走っていっていけないよねきっと。走っていってみる。こう、やっぱダメだよね。あれ、なんかゴールできました一旦ジャンプしておけばゴールできたっていう感じだったかな。いや、まあまあラッキーでしたね。はい、それじゃあ次のコースはワンテク肺呼吸。肺呼吸の水中生物は酸素を取り入れるためにチョキルルルルですよっていうことですね。肺呼吸の水中生物は酸素を取り入れるために時折水面に顔を出すそうですよ。可愛いですね、というこの説明文。まるで僕みたいですね。すいません、嘘です。調子乗りました。このコースサムネを見てもね、全然わかんないんだよね。クリア率が 0.34% っていうのは何かしらゴール条件ある。のびのびパックンを倒してからゴールか。こいつが肺呼吸か。肺はどこなんだ、のびのびこのパックンの。うわ、そういうこと。あの一瞬を踏んでいけってこと。これさ、簡単なんじゃないの。ちょっと時間見ていいかな。3秒ぐらいで顔出すんだよね。あいつ多分3秒しか息持たないよ。っていうことで、あいつが出て下がった後に3秒してジャンプいくね。ちょっと待ってね。68でいく。ここ、惜しい。多分今ので踏んでたらいけたんじゃないのかな。多分ね、一番最初が298、時間が298の時に踏めばすぐゴールできると思うんだよね。多分そうでしょう。ここもっと息しろよ。ちょっともう一回狙っていくね。298でしょ、この辺。ほら、意味わかんねえ。踏んで倒してるんじゃないの。どういうこと。何回か踏まなきゃいけないってことかな。ちょっともう一回踏んでみていい。いや、意味わかんねえ。これは何なんですか。踏んだ瞬間にさ、ヒップドロップキャンセルしろってことかな。うわ、無理だね。全然あいつ上に上がってこねえこのパックンがさ、全部伸びきる前に踏めばいいんじゃないかな。マグマギリギリのところでヒップドロップ。うまい。うわ、惜しい
はい、コースをやってる途中で申し訳ないんですけど、さっきのコースマジでなかなかクリアできなくて、でこんな感じじゃないのかなってね、ある程度作ってみたんですよ、似たような感じを。そしたらね、一つ分かったことがあるんだよね。ちょっと見てて、このパックをさ普通に踏むじゃん。そしたらね、パックンがねやられないんだよね。ヒップドロップキャンセルで踏んでもダメなんだよね。でここでヒップドロップをするじゃん。何やってんの。でここでさ普通にヒップドロップするじゃん。そしたらほら倒せるんだよね。ヒップドロップはね普通のジャンプして2回踏む効果があるみたいだね。だけどさ、このパックンを倒すまでに時間があるよね。ほら引っ込んでパックンが消滅する時間、その間ヒップドロップをしてこう空中スピンとかで時間を稼いでゴールバーに触れるっていう感じだと思うんですよね。じゃあ早速さっきのコース戻りましょう。多分これでゴールできると思うんだよね。なるべくさ右側に行っておくか。この辺にヒップドロップ、そうこういう感じ。うわー絶対合ってると思うんだよね。これでさあこれでいきます。もうそろそろ宮城さんじゃないかな、この画面。今日なかなかやってますけど、さあ来い。やったー来たーやったー。いやこれは本当にきつかったな。見たか言うぞ、これが俺の実力ださあ、詳しくてすいません。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。